バタフライ・バタフライは競泳の泳ぎ方の一つで、両腕は同時に前後に動かし、両足は同時に上下に動かして泳ぐ。腕、足ともに交互に動かしてはならない。日本では水泳選手を中心に、バッタやバタなどという略称が用いられている。バタフライはクロールに次ぐスピード a 法である。トップスイマーのスピードは約秒速1.98メートルであり、これは クロールの秒速2.17メートルと遜色ない。当然ながら、背泳ぎの秒速1.84メートルや平泳ぎの秒速1.67メートルよりも速い。バタフライのストローク中では、プッシュとプルの時には、クロールよりも速いが、リカバリー時がクロールよりも遅くなる。バタフライはフォームに敏感な泳法であり、タイミングの悪いフォームでは、速く泳ぐことはできない。それどころか、 腕と上体が上がらなくなり息継ぎしにくくなる。これが多くの人からバタフライは難しい、あるいは正しいフォームを身につけるのに時間がかかると敬遠されている理由である。しかし正しいフォームさえ身につければ、バタフライは平泳ぎよりも少ないエネルギーでさらに速く泳ぐことができる上、視線も前に向けたままで行える英法である。両足を揃えた状態で同時に上下させて、 足の甲の部分を使って水を蹴ることをドルフィンキックという。ドルフィンキックはバタフライだけでなくクロールのスタートやターンにも用いられる。バタフライは平泳ぎから発展した。当初、平泳ぎの泳法規定はうつ伏せで左右の手足の動きが対照的な泳法と定められていた。そこで1928年のアムステルダムオリンピック開催時に ドイツのエイリヒラーデマッハーが現在のバタフライに似た手の柿と平泳ぎの足の柿を組み合わせた泳法で平泳ぎ競技に出場しその後1936年のベルリンオリンピックで数名の選手がこの泳法により好成績を収めると1952年のヘルシンキオリンピックでは平泳ぎにおいてほとんどの選手がバタフライの手の柿を用いるようになったそこで 国際水泳連盟は1956年のメルボルンオリンピックから独立した種目として扱うようになったが、この時ある選手が膝を痛めて平泳ぎの足のかきができなくなり、両足を上下に動かす、現在の足の動きを考案した。ちなみに考案者は日本人の長沢二郎だと言われている。 1995年頃から青山料理が100メートルのスタートから30メートル以上先行する英法で記録を塗り替え始めると潜水は15メートルまでという規定ができる。審判長の笛の合図の後、スタート台に上がり、出発合図員のテイクユアマークスで構えた後は合法まで静止しなければならない。合法後飛び込み、泳ぐ。 合法前に動作を起こした場合、失格となる。合法も飛び込み、プールの壁まで自分のレーン以外のところに行ったり、コースロープに触れたり、プールの底に立ったり歩いたり蹴ったりしてはならない。スタート後及びターン後の壁から15メートルまでを除き、競技中は体の一部が水面上に出ていなければならない。両手両足は交互に動かしてはならない。 平泳ぎのキックをしてはならない。手のリカバリーは必ず水面上で行わなければならない。ターン及びゴールのタッチは両手同時に行わなければならない。いかなる場合も仰向けになってはいけない。ありがとうございます。